こんにちは、ティーチングプロの西ーリ介です。えー、本日もハンズゴルフ鈴木さんの撮影をさせていただいております。えー、今日はですね、いろいろ質問があるっていう方が、この撮影現場にいらしてるんで、その質問に答える形で、動画を作っていきたいと思います。じゃあ、質問お願いします。乗る。うんまあ一応ウェッジの質問ということでね、ウェッジ用意してるんですけど。よいしょ。ウェッジのね、まあ、 当たりますよね、でまあ乗るまあ、この時間であままいい実際にうんなことなくて実際には当たってもう0コーマ何秒後にはボール飛んじゃうと思うんですけどこの時に、まあ、ちょっとでも、えー、乗ってるよねっていうこのほんの0コーマ何秒みたいな話が、うん、プロゴルファーとか、まあ、上手なアマチュアの方なんかがウエッジを打った時に。 さもフェースに乗っているような手応えとか感覚を実際には得て打っているので、まあ、それが乗っているで。またはそれに対して、まあ、反対の言葉で言うと、まあ、ボールを、まあ、こう弾いてしまっているっていうのの、まあえー、と違いっていう部分が大きいのかなと思います。でじゃあそれをどうやって打つのっていう話に多分なってくると思うんですけど、一、まあ、番はまずフェースのこの開閉を抑えてあげるというか、 インパクトをしたその状態のフェース面の向きがちょっとこう維持したままいくフェースをまあ例えばシャフト軸を中心に開いて閉じるとかはあんまりしないロフトを立てるとか増やすとかもあんまりしない当たった状態でほんの少しここでちょっと目標にそこに運ぶんだよっていう感じが 出せると、まあ、乗ったっていう、まあ、手応えを、まあ、感じることができるかな。あとは、一番違うのは音かな。で、こればっかりは、まあ、実際、上手な方とか、フェイス乗って、まあ、乗ってる方を探すの大変か。でも、そういう上手な方と、自分が打った時の音の差みたいなものを、まあ、比べていただくのが本当はいいと思うんですけど、あの、乗ってる人をまず見つけるのが、まず、アマチュアの方は大変なのかな。周りに、そういう上手な人がいるか、いないかっていう、でも。 えっと、やっぱ、上手い人いると思うので,で、そういう方のアプローチとか見ながら、なんとなく自分とこうボールの飛び出す高さが違うとか、そういった部分見てもらうと、まあ乗ってるか乗ってないかっていうののジャッジはしやすいかもしれないです。少し低くなると思います。えっ、ー、と、ちゃんと入ると思います。はい。<laughs> プレッシャーですね。いや。えっ、ー、と、じゃあ、逆に言うと弾いちゃったのと比べましょうか。 弾いてしまうのはこれ全然乗ってない感じで今打ってる。でも返してもねちゃんとこう綺麗に入るとまあ乗る感じが出てきちゃうんでボールをつっついちゃったりとかパチンってこう弾く感じとは違うっていうところがその今軽い音だと思うんですけどこの画面で聞こえてるのかな じゃ乗せる感じでで、あとは初速が遅くなったりするかななんか緊張するね、これ <laughs> ちょっと低めで出てちょっとゆっくり飛ぶ感じが実際僕の中ではラウンドしている時に乗せようっていう感じは あの意図的にボールを転がしたり意図的に止めたりは僕たちこう使い分けるんですけど、まあ、実際転がしながらもフェースに乗ってる感触とかは得られるんですけど、まあ、その辺の,その急加速したり、えー、急減速したりしないである程度一定のスピードでまあ微妙に加速してるかしてないかぐらいのところのイメージこれは本人のイメージですよイメージで、えーまあ、ボールとの接地時間が少し長いかっていうところがその乗るっていう感触を得られるところなのかなとは思います。 まあ実際そのどれぐらいスピン量がかかったかとあとグリーンのまあ硬さ速さえまあそのスピードによってえと若干その変化は出ると思いますけどえっとまたその使っているロフトが56なのか60とかなのかによっても違うと思いますけど僕は56で乗ってる時には落ちてからトンキュキュっていう感じはあるしでもちょっと足出るかなで60度とかだと本当にそのまキュッて止まりますウェッジで例えば うん、例えばですけどティーアップしたボールをウェッジで練習するとかあとは、まあ、芝生の上で練習をねできる環境があれば一番いいに越したことはないと思うんですけど、まあ、でもマットの上でももちろんそういう練習は普段してますけどちょっとこの動画で伝えるのがすげえ難しいなって今思ってるのがちょっと本音です、まあ、少しフェーズ開いて開いた状態でそのままこう 当てて終わるっていう感じになる打ち方とかをまず練習しながらパーンって返したりその吹っ飛ばしちゃうっていうのをまずやめるところからまず乗るの第一歩かなっていう感じはしますけど僕自身はえっと自分の体の前でこうフェースを持ってますくらい持ってますよね持ったこの状態をなるべくこの形を変えたくなくて。 例えばこの形のままから体を右に向けて左に向けて打つぐらいのイメージを持っている時にフェースを乗せる感じは持っています。で少しボールを転がしたかったりとかした時にはこの状態で少しフェースを開いて閉じるみたいな使い方をするってこういうふうにすると少しランが出る感じのアプローチになったりとかあんまりこう自分の体を置いてけぼりにしてクラブだけいっぱい動かしてみたいなことはあんまりしない。 まあそうしたと飛んでっちゃうというかフェースに乗らないしっていう感じを持ってるかなこのまま体を右に向ける左に向けるそれをそのまま前傾をしても手はあんまり動かさないで体だけを右に左にってこう動かすぐらいのイメージで打ってる方がまあアプローチとしては上手にコントロールできるかなと思ってます。飛ばなくなくると思いますで上えじて要はある意味正しくきちんと上手に打てるとまあスピン量も多くなるし飛ばない方向に動いてきて。 逆にウエッジはいかにそこにやっぱりボールを止めるかだったりまたは転がすとかも含めて自分の思い通りのそのスピード感高さを狙ったところに打てるようにするのがウエッジの役割だとは思っているので、まあ、実際トラックマンでボールのですね、初速が遅くなるんですよ。じゃあまずちょっと1回弾くところからいきますけどいわゆるその。 ショットみたいな感じでロフトを立てながら球を前に飛ばすみたいな感じでアプローチをしてしまうとこんな感じでクラブスピードに対してボールスピードのが出ているっていう風な球になります。なのでミート率いわゆるスマッシュファクターも1以上。 クラブスピードよりも1.07倍したボールスピードっていう表記になってしまうと思うんですけどこれが少しフェースに乗る感じでボールが打てるとボールスピードの遅くなるっていう状況が発生します。はい、でこれ今スマッシュファクター0.94ってなってると思うんですけどまあいわゆるクラブを振ってるスピードよりもボールの方のまあ初速が遅いよ。 クラブの方が速くてボールの方がゆっくり飛び出てるよっていうのがまあここに今出てるんですけれどまあこういった感じだとまあ実際フェースに乗ってる感触化してスピン量も増えてまあボール止まりやすいよねっていう感じになるかなと思いますがいかがでしょうかここまで高くしなくてもいいかなと思うんですけどまあやりましょうか。いわゆるこのボールに対して極端にアッパーとか極端にダウンブローじゃなくて。 このボールの横にちゃんとセットアップをして、このボールだけをうまいこと打てるかどうかって練習をすると、まあ、アプローチ苦手な方なんかでもちゃんと上手に練習ができるようになるかなと思います。ついつい、まあ、クラブヘッドの重さとかが管理できてないと、スイング中にこうヘッドが落ちちゃうっていうか、下にこう入っちゃって、ボールにうまく当たらなかったり。なので、まあ、ちょっと周りの環境とかはね、 ミスをして、ちょっと荒るところに飛んだ時に、まあ周りに迷惑かけないように、ちょっと意識は気をつけては欲しいんですけど、まあ最初ちっちゃなショットからでいいと思います。時計の針で4時から8時ぐらいでも構わないんで、まあティーアップしているボールをきちんとボールだけクリーンにこう打てるようにする練習っていうのも、まあちょっと有効かなと思うので、ぜひやってみてください。こんな感じで、えっ、ー、と、ちょっと今日は特別編な感じですけど、石井助成チャンネルの撮影をさせていただきました。 ご参考になればと思います。またコメント欄いろいろ質問とかしてください。どうもありがとうございました。